館三崎です。今日はここつくば市からつくばサイエンスツアーの第2弾をお送りします。今日はどこに行くんでしょうか。とっても楽しみです。つくばサイエンスツアーはつくばエクスプレスの開業に伴い、つくば研究学園都市にあるさまざまな研究機関をより身近に感じてもらおうと始まりました。つくばエクスプレス、つくば駅改札前のつくば総合案内所で500円のパスを購入すれば、市内の研究機関をめぐる周遊バスを1日自由に乗り降りできる便利なツアーです。まず最初にやってきたのは国土地理院の地図と測量の科学館です。地理とかいうくらいだから地図を作ってるところなんですかね。こんにちは。こんにちは。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。早速なんですけれども、はい、国土地理院って地図を作ってるところなんですか。そうなんです。皆さんに使いやすい、はい、分かりやすい地図をできるだけ早く、そういうことを心がけて地図を作っております。おお、やっぱり、ところでこの地図と測量の科学館にはどんなものが展示されているんですか。はい、この科学館では地図や測量に関して古い時代から最近の新しい技術まで展示してあります。へえ。それではそこへ実際見に行きましょうか。行きます。はい。これは20万分の1の地球の模型なんです。あ、そうなんですか。日本列島全体が、はい、この中に表されています。ここが、はい、今私たちの立っているつくば市ですね。ああ、そこですか。富士山がここです。はい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 、はいはい、この富士山を同じ縮尺で高さを表すと、約 1.8 センチ、このくらいの高さになります。この飛行機はかつて大空を飛び回り日本列島の航空写真を撮っていた測量用航空機国風です。これは何だか分かりますか。街灯じゃないんですよ。これは電子基準点といって衛星からの電波で正確な位置を測定するアンテナなんです。全国に1200箇所もあるんですよ。これは VLBI アンテナ。遥かカナダにある星からの弱い電波を受信して2点間の距離を測るものなんです。続いて館内にやってきましたけれども、はい、こちらはどんなものが展示してあるんですか。はい、ここでは測量や地図に関する歴史、それから最近の新しい技術などを紹介しています。あ、そうなんですか。はい、これは、はい、大日本沿海予知全図といいまして、伊能忠敬がですね、測量することによって初めて描いた日本の地図なんですね。へえ、じゃあ日本で初の地図。そうなんです。それまでは測量せずに地図を描いておりましたけれども、これは測量することによって描かれた最初の地図なんです。へえ。こちらが現存する最古の地球儀です。なんと1492年に作られたものなんですよ。これは1918年にドイツのフーゲルスホフ教授が考案した世界初のオートカルトグラフです。どうもありがとうございました。今日はいろいろ地図の歴史なんかを見させていただいて、はい、とても勉強になりました。はい、続いて私がやってきたのは農業食品産業技術総合研究機構の中にある食と農の科学館つくばリサーチギャラリーです。こんにちは。あ、こんにちは。どうも今日はよろしくお願いします。こちらこそどうぞよろしくお願いします。こちらは何かこうご馳走が食べられる科学館なんですか。いえ、ご馳走そのものは食べられないんですよ。ご馳走、はい、食品ですね。食品と農業に、それを作る農業に関する農業技術を、研究成果を展示しているところなんです。ここはですね、はい、環境ジオラマと申しまして、農林業がですね、環境保全や国土保全に役に立っているということを映像やですね、音声、はい、
それから模型でですね、分かりやすく説明しているところです。ここはどういった場所なんですか？ここは20近くある研究所のですね、各研究所ごと の研究成果を展示とかパネルで説明しています。へ、最近の研究はどういったものがあるんですか？そうですね、去年ポロタンという栗が、デビューしました。ポロタン、はい、どういったものなんでしょう？ここに書いてあるようにですね、渋皮がですね、普通の栗ってこの渋皮ですね、あ、そうそう、残りますよね、剥きにくいですよね。それが電子レンジやオーブンで温めるだけですぐにこう剥きやすくなるという、そういう種類なんです。これだったら食べやすいですよね。そうですね。こちらは稲ですよね。そうですね、稲の標本ですね。へえ、こう高さが結構バラバラなんですね。そうですね、みんな同じかと思ってました。まあご覧の通り、いろんな品種によって、大きさが稲の草丈が違いますね。世界ではですね、約20万種類の稲がある。そんなにあるんですか？そのうち日本でこういう名前のついたですね、品種登録されているのはおよそ500と言われていますね。そのうち実際に今現在栽培されているのが270種と言われています。次はどこに案内してもらえるんですか？ここは農業技術発達資料館と申しまして、今は稲作と農具展ということで、稲作に関する道具をですね、昔から現代に至るまでのずらっと展示しています。へー、今日はどうもありがとうございました。いたしまして。最新の研究とか農業についていろいろ勉強になりました。ありがとうございます。続いてやってきたのは高エネルギー加速器研究機構。こちらにはサイエンスツアーバスは来ませんが、見学ができる最先端科学の研究所です。こちらではどういった研究をされているんですか？ここでは電子を高速近くまで加速して、それをぶつけることによって物質が何からできているかとか、そこに働いている力がどんなものであるかとか、そういうようなことを研究しています。何やらすごい研究をされているんですね。研究室とか見せてもらうことはできるんですか？どうぞよろしくお願いします。お願いします。すごいですね。これが加速器なんですか？そうですね、これは加速器の一部です。一部？加速器全体は周長3キロもあって非常に大きなものです。で、ここではその電子と陽電子が、この真ん中でぶつかって、そこからいろんな粒子が飛び散ってる様子を、この大きな測定器、これが一つのセンサーになっていまして、これで観測しています。あ、そうなんですか。研究してるのってこんなちっちゃい、こう目に見えないようなものですよね。そうですよね。皆さんまず、小さいものを見ようと思ったら何を思い浮かべますか？虫眼鏡。そうですね、虫眼鏡で例えば銃を大きくして見ることができますと、できると思いますけど、それよりもっと小さいものを見ようと思うと電子顕微鏡というものを使って非常に細かいものを見ています。でさらにもっと細かいものを見ようと思うと、それよりもっと大きな、こういう大きな加速器、あるいはこういう大きなセンサーというものを使わないと見えないという、そういう原理になっています。それでは最後に高エネルギー加速器研究機構の PR をお願いします。ここの研究機構では電子を光の速度の近くまで加速することによって、そのような装置を僕ら加速器と呼んでるんですが、そのようなものを使っていろんな研究をしています。先ほど見てもらったような物質を構成するものを研究するものから、そこから出てくる光を利用して物性研究とか、あるいは生物の研究とか、そういうのもいろんなことをやっております。そのためには、超電導を使った電磁石を使ったりとか、高真空を使ったりとか、あるいは、非常に重たい、クレーンで運ばなければならないような、そういうものをたくさん並べたりして研究しています。でそのようなことをすることによって、物質の構成を見つけたりとか、宇宙の謎を解き明かそうと、そういう研究をしてますので、皆さんもう一度見に来てください。はい、ぜひ一回見に来てください。最後はここ筑波エキスポセンターにやってきました。1985年の科学万博からもう20年以上も経つんですよね。早速見学に行ってみます。筑波エキスポセンターは宇宙開発、海洋開発、
原子力開発など科学技術全般について幅広い展示を行っています。実際に触れたり自分で体験できる展示もあり、子どもから大人まで楽しみながら最先端の科学を学ぶことができます。こちらは1階にある何でも科学相談コーナーです。科学についての疑問質問に答えてくれるんです。また自由研究などで使える簡単な実験もすることができるんですよね、先生。ええ、そうです行きますよ。ほれ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 。どうしてこれこう押すと中のものが下がってくるんですか？押すと水、その水の圧力で中の魚さんの水がかさみます。あ、この、はい、この中の水が本当多くなります。はあ、で空気がその分圧縮されます。うん、そうすると空気圧縮された分浮力が小さくなって下がる。でアルキメデスの原理です。さて、つくばエキスポセンターといえばやっぱりプラネタリウムですよね。実はこちらのプラネタリウムリニューアルしたばかりなんですよ。早速行ってみます。つくばエキスポセンターのプラネタリウムのドームはなんと世界最大級の 25.6 メートル。今回新設されたプラネタリウムは全天周デジタル映像で臨場感いっぱいの宇宙旅行気分が味わえます。さあ、つくばサイエンスツアーの第2弾いかがだったでしょうか。科学の最先端の街、つくば研究学園都市を楽しく分かりやすく学べるつくばサイエンスツアーに皆さんもぜひ参加してみてください。モデルコースはつくばサイエンスツアーのホームページをご覧ください。私は今から世界最大級の最新のプラネタリウムでロマンチックな気分になります。それではさようなら。